このテープは宇部新川発小野田行きワンマンカーの放送テープです。ご乗車ありがとうございます。この列車は小野田線すずめ田小野田港方面小野田行きワンマンカーです。始発駅の宇部新川駅では整理券を発行しています。整理券をお取りください。切符をお持ちでないお客様はお降りの際運賃表で運賃をお確かめの上ご用意ください。両替機は運賃箱についています。降り口は一番前のドアです。お客様にお願いします。携帯電話はマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。また優先座席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。ご協力をお願いします。発車までしばらくお待ちください。お待たせしました。小野田線小野田行きワンマンカーまもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は小野田行きワンマンカーです。次は伊能です。岩花宇部方面はお乗り換えです。お乗り換えのお客様は整理券をお持ちのまま次の列車にご乗車ください。運賃は整理券と運賃表示器の番号駅名を確かめの上ご用意ください。運賃とは運転席後ろの運賃箱にお入れください。両替機は運賃箱についています。整理券は運転士に分かりやすくお見せください。降り口は一番前のドアです。なお2両編成の列車は後ろの車両のドアは開きません。開くドアにお気をつけください。お降りの際は列車とホームの間が少々空いているところや段差がありますので足元にお気をつけください。次は熊崎です。お客様にお願いします。運賃は整理券と運賃表示器の番号駅名を確かめの上ご用意ください。運賃とは運転席後ろの運賃箱にお入れください。両替機は運賃箱についています。整理券は運転士に分かりやすくお見せください。降り口は一番前のドアです。なお2両編成の列車は後ろの車両のドアは開きません。開くドアにお気をつけください。お降りの際は列車とホームの間が少々空いているところや段差がありますので足元にお気をつけください。次は長門長沢です。お客様にお願いします。運賃は整理券と運賃表示器の番号駅名を確かめの上ご用意ください。運賃とは運転席後ろの運賃箱にお入れください。両替機は運賃箱についています。整理券は運転士に分かりやすくお見せください。降り口は一番前のドアです。なお2両編成の列車は後ろの車両のドアは開きません。開くドアにお気をつけください。お降りの際は列車とホームの間が少々空いているところや段差がありますので足元にお気をつけください。次はすずめ田です。長門本山方面のお客様は整理券をお持ちのままお乗り換えください。運賃は整理券と運賃表示器の番号駅名を確かめの上ご用意ください。運賃とは運転席後ろの運賃箱にお入れください。両替機は運賃箱についています。整理券は運転士に分かりやすくお見せください。降り口は一番前のドアです。なお2両編成の列車は後ろの車両のドアは開きません。開くドアにお気をつけください。次は小野田港です。
お客様にお願いします。運賃は整理券と運賃表示器の番号、駅名を確かめの上ご用意ください。運賃とは運転席後ろの運賃箱にお入れください。両替機は運賃箱についています。整理券は運転士に分かりやすくお見せください。降り口は一番前のドアです。なお2両編成の列車は後ろの車両のドアは開きません。開くドアにお気をつけください。降りの際は列車とホームの間が少々空いているところや段差がありますので足元にお気をつけください。次は南大野田です。運賃は整理券と運賃表示器の番号、駅名を確かめの上ご用意ください。運賃とは運転席後ろの運賃箱にお入れください。両替機は運賃箱についています。降り口は一番前のドアです。なお2両編成の列車は後ろの車両のドアは開きません。降りの際は足元にお気をつけください。ご乗車ありがとうございます。この列車は小野田行きワンマンカーです。次は南中川です。運賃は整理券と運賃表示器の番号、駅名を確かめの上ご用意ください。運賃とは運転席後ろの運賃箱にお入れください。両替機は運賃箱についています。定期券は運転士に分かりやすくお見せください。降り口は一番前のドアです。なお2両編成の列車は後ろの車両のドアは開きません。開くドアにお気をつけください。降りの際は列車とホームの間が少々空いているところや段差がありますので足元にお気をつけください。次は目でです。運賃は整理券と運賃表示器の番号、駅名を確かめの上ご用意ください。運賃とは運転席後ろの運賃箱にお入れください。両替機は運賃箱についています。降り口は一番前のドアです。なお2両編成の列車は後ろの車両のドアは開きません。降りの際は足元にお気をつけください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。次は終点小野田です。宇部新山口方面と朝下関方面はお乗り換えです。小野田駅では運賃とは整備券と一緒に駅改札口でお渡しください。お乗り換えのお客様は整理券をお持ちのまま次の列車にご乗車ください。小野田駅ではホーム側のすべてのドアが開きます。開くドアにお気をつけください。降りの際は列車とホームの間が少々空いているところや段差がありますので足元にお気をつけください。